ブラジャーとガーターストッキング店頭のランジェリーランジェリーとは女性用の下着や部屋着のことであり、その中でも装飾性があり下着姿そのもので女性らしさを演出するための高価な下着類を指す言葉として使われることが多い。フランス語でリンネル製品を意味するラーンジュから派生したランジュリーに由来する言葉でフランス語でも婦人用の下着類を指すが、 宿泊施設の理念室やリンネル販売業も指すため、日本語や英語とは一部意味が異なる。女性用下着は大きく分けて、次の3種類に区分される。ランジェリーは個人の脂質や寝室において、アウターに準じて着用する薄手の衣類である。薄い生地でできているものが大部分であり、脂質等において着用している場合は、アウターを着ているのと同様と考えられ、寒くない限りは、 そのままの姿でリラックスした雰囲気で過ごしても良い。しかし、ランジェリーは下着の一種であり、この姿で外出するということは原則ない。ランジェリーには、補正下着であるファウンデーション、肌に直接身につける肌着、パンティー、シングであるネグリジェを含めない。また、靴下類である、パンティーストッキング、ガーター等で吊るすストッキング、ソックス、およびガーターベルトなども含めない。 ランジェリーは、ゆったりした祭壇で、体に圧迫等を加えないのが原則である。そのため、肌にぴったりとする基本的な下着や、また、体を、ある意味締め付けるともいえる、補正用の下着であるファウンデーションは、ランジェリーに含めない。生地は、ポリエステルや、ナイロンなどが多く、サテンを使うこともあり、また高級なものはシルクを使う。ショーツ、肌着などの基本的な下着は、 吸水性の良いコットンなどが使われるのとは対照的である。色彩は白、ピンク、ベージュ、淡いバイオレット、水色などの淡い色が多いが、黒やエンジ、スカーレットの華やかなものもある。普通、レース飾りがついており、模様に使うケミカルレース、機械式のラッセルレース、リバーレースや時にチュールが使われる。スリップなどは実用性が高いため、 無地のものが多いが、キャミソールなどはカラフルな色彩とレースや機械式刺繍を使った華麗なものがある。日本ではランジェリーの広告モデルには白人女性が起用されることが多い。ランジェリーは細かく分けると非常に種類が多くなり、ブラジャーとショーツでセットになっている製品があるのと同様、スリップ、キャミソール、フレアパンティーなどでセットになっているものが多い。 ランジェリー・ランジェリーの歴史というものは特筆するものはない。もともとランジェリーは高級なアマフを使って作られた女性用の下着を指すフランス語だった。ランジェリーに分類される個々の衣類はそれぞれの歴史を持っているがランジェリーという分け方は日本では1970年頃からのインナーファッションブームによって室内でもリラックスして着ることのできる下着として導入された。 ヘアキという分類になると、ランジェリーには含めない、別の種類の服飾が存在する。ランジェリーは、使用形態から言えば、ヘアキ、室内着の面と、アウターの下に着る下着という二つの面を持っている。ブラジャーは、日本ではランジェリーには含めないが、ブラジャーのベルト部分が非常に長く、ロングブラジャーよりも、はるかに長いものは、ビスチェと呼ばれているが、ビスチェの場合、 室内でこの姿のままでも良いことになっており、また、ブラウスをそのまま上に羽織り、外出することも、かとされている。ビスチェは、ファウンデーション、ランジェリー、アウターの三つの区分を横断しているとも言える。何をランジェリーに含めるかは、時代と地域によって異なっており、個人の判断でも異なってくる。また標準的なランジェリーとして、先に挙げたものは、典型としてあり、実際には、 これらが組み合わさって様々なインナーファッションの服飾が生み出されている。英語のランジェリーは女性用の下着を刺すもので、ブラジャー、コルセットなども含み非常に幅広い衣服がこの名のもので呼ばれている。またエロティックな趣のある衣類を取り分け刺し、セクシーランジェリーに近い概念である。日本においてもランジェリーショップと名付けられた店舗は商品として ブラジャーなどの補正下着やファッション性のあるショーツなども置いているのが通常である。またランジェリーは日本ではもともと室内着であり、下着であって、しかし室内で着用するリラックスしたハウスウェアのような概念でアウターに対しインナーウェアと呼ばれたのである。しかし21世紀に入ってからファッションとしてキャミソールなどをアウターとして着用して外出する例が存在する。 インナーとアウターの境界が曖昧になってきているとも言えるが、復職の歴史ではこのようなケースは珍しくない。ありがとうございます。